は11時44分になりました、はい、日本放送の制作でお送りしていますアッコのいい加減に旋回です。先ほどお知らせした、はい、週刊ワダスポ拡大版について、はいはい、横浜市のラジオネーム、はい、浜のラジオ市、早速来たんですか。早速ワダスポ拡大版嬉しいですと、アッコさんもう切りまくってくださいよ。そんなこと言いながら私がちょこっとなんか言ったらすぐ SNS とか出るんだからさ。いや出ないじゃないですか。出ても別に構わない、言ったことは責任持ってる。別にただ、はい、ただ何言ってもいいから私の前に狂気となるものは置かないで。狂気となるものは、いやもう私手が狂気だって言われてるから。あ、そうですよね、うん、リーチ長いですしね、うんうん、はい、はい、千葉市のギャーさん、はい、アコさん先日勝俣国和さんが柿花さんの番組に出演されて、はい、昨日ですね。あ、そうなんだ、はいはい、勝俣さんに来ていただいて、勝俣いつも金曜日土曜日大阪で生放送、はい、じゃあその前に来たんだ。そうですね、はいはい、あこさんに説教された時のエピソードを披露してくれました。何どういうの。例の晴間富士の暴行事件の話題から、はい、僕はアッコさんに、はい、後輩の態度をきちんと指導しておかなかったお前が悪いというふうに叱られたことがありますと。そうだっけ。あの勝俣さんおっしゃってましたね。後輩の芸人さんも何人かいらして、はい、その中のお一人が、まあ、ちょっとした、まあ、礼儀がなってなかった時に、はいはいはい、アッコさんはその彼を怒るんではなく、うん、この中で一番年上は誰だって聞いて、うん、あ勝俣お前かと、うん、だったらお前が悪いと、ちゃんとそういうことは、うん、もうここに来る前に指導しておきなさい、うん、あごめんなさい全然覚えてない。だから怒り方っていうのもいろいろあってっていう話で、はいはい、私大人の叱り方っていうのも出してるからね。本出してますからね、はい、昔だけど。で勝俣さんがおっしゃってたのは、はい、やっぱり後輩を説教するときに、うん、他の人がいるメンバー、うん、他のメンバーがいる中で説教したら、うん、彼にもプライドがあるから、うん、謝れないと素直に、うんうん、勝俣さんそういうときは、うん、一旦外に出して、うん、1対1でちゃんと怒ってから、うん、もう一回戻すようにしてます。あーなるほど、っていうふうに勝俣さんおっしゃってました、ね、あーそれもありだけどね、はい、でもまあまあその時のまあまあ晴間富士さんとは別によ、はい、あのその時の状況でまた時と場合だけど、私なんか、まあ、一番私が悪いって言われてんだけど、お箸とかね、はい、こう握り箸みたいなの持ってると、何そのお箸の持ち方って今教えてあげないと、後でこの間君とご飯食べたけど、いやお箸の持ち方ひどいねっつっても意外に分かんない時あるんですよ。その場で言わないと。そういう時はその場でとか、はい、人の前にこう器をお箸持った手で、あの人の顔を横切ってでこう器なんかを取り皿とか取るときは危ないって言って、はいはい、その時に言わないとダメな時もありますね。そうですね、1対1になってやるっていうのはその場の雰囲気もあるからね。そうですね、まあ、人それぞれあの教え方とか叱り方は違うからね、はい、うん、まあ、勝俣さんはいろんなそんな経験を経た上で、まあ、学んだことだったんですね。なるほど、はいはい、勝俣さんは納得したと思っておっしゃってましたと、うん、はい、昨日ご出演いただきました、はいはい、さらにですね、世田谷区のチンパンジーさんからいただきました。チンパンジーさん、はいはい、引っ越しの準備をしておりますと。あ、この時期に、はいはい、私引っ越し貧乏でして、はい、東京に来て20年、うん、なんと今回の引っ越しで10度目ですと。なんでですか。引っ越しが好きな方って言いますよね。それちゃんと名前書いてんねやろね。だってあの和田尾根の権利もあるからね、はい、逃げてんのちゃうやろな、家賃未納で滞納で。え、いやでもね、引っ越し好きな方いますよ。引っ越し貧乏ってね、言葉悪いですけど、引っ越し貧乏って分かっててなんで引っ越しすんの。確かに引っ越し貧乏って要するに引っ越しするたびに業者にお金がかかるとかそういうことですかね。それとか、まあ、礼金でだって出てきますよね。それもあるし、例えばその部屋によってカーテンも全部合わない時はカーテンを変えたりとか、まあ、ベッド変えるってあんまりないけど、でも今の時代あの家賃滞納で逃げ切れないですよ。逃げ切れないよね。いやもう絶対。どうして、何が気に入らないの。なんかこう飽きちゃうんですかね。いや私も今住んでるマンション結構、はい、便利なマンション で家賃も結構するんですよ。で、あの丹下健三さん、はい、あの都庁を建てられた ね、国立競技場、競技場もそうですよ、ね、もう確か丹下さんです。世界的な建築、そうそう、だからあの黒田さんとか、はい、あともう一人あの大阪の、出てこない建築家の有名な方、大阪の有名な建築家、辰巳、違いました、ちょっと気持ち悪い、誰も出てこないの、あー悔しい、誰も出てこない、今調べます、いいじゃないですか大阪の、うん、ね、
大阪のね、あの人ですよ。それがね、ホリプロ2人とも私の話も聞いてないでね。三毛健三さんと、いやいや、黒川紀章さんと、うちの会社、本当。あと、いやいや、大阪でいるんですよ。安藤忠雄さん。そうです。その方なんか崇拝してるんですよ。丹下さんのことをね。で、もうお作りになって、だいぶ経ってから私入居してるんで、地下の駐車場とか、今あの新しいマンションなんかそんなことありえないけど、あのラジオも聞けないし携帯も通じないんですよ、はいはい、でそちょっと不便なんです。で高層ってこともあるから電話も時々つながらないんです、携帯とかね、頑丈ゆえにですね、うん、はい、でなんかそのまあ当時としては防犯とかも兼ねてたと思うんだけど、したらね、本当にもう古いなって、そういうところをね、古いなと、賃貸だからさ、はい、で好きにこう勝手にもできないのよ、まあ、出るときに綺麗にしていけばいいって、どんだけ金かかんないと思うんだけど、はい、ちょっと引っ越そうと思うんだけど、でね、昔だったらうちにみんな和田屋旅館つって泊めたりしたんですよ。で素泊まり500円ね、はい、で朝食付きはいや、あの500円素泊まり500円の、あそこまで普通に料金取ろうと思ったら、まあ、5万円ぐらいかかるんですね。取れるかな、取れますかね、うん、多分ね、夜景がね、うん、まあ、すごいですもんね。そうそう、まあビューがいいよね、確かに、うん、まあまあリスクもありますけど、だけどもう本当に手が腱鞘炎になってからずっと治んないし、で今また違う意味であの関節リウマチとか来てるから手に来ちゃったりするから、もう料理もできないから、でもう布団ベッドの上とかいっぱい泊まったりしたから布団敷いたりするのも大変だからね、もうお客様ももうお泊りはしないようになってね、もう昔と違って夜中まで飲んでてももう帰ってとかで、タクシー代渡したりしてね、はい、そしたらね、もうその部屋を洗濯乾燥機が間に合わないときは、そこへ積水の物干し、昔買ったやつあんのよ、プラスチックの、あれであの洗濯物干してんのよ大スターの家にそんな洗濯物部屋なんて叩きながらもうものすごい狭な部屋があるんですね。そうなのよ、もう T シャツとかね、うん、もうそういうの叩きながら、叩くのも手痛いんだけど、そしたらあこんなもったいないなと思うんだけど、引っ越せないのよ、もう何十年住んで、なんかこう、なんていうの、帰った時に、私、よく大阪生まれ、大阪生まれって言われるけど、話飛ぶけど、私、東京で人生半分以上東京にいるんですよ。だってもうデビュー50年なんですよ。あのね、そう。もうね、52年弱東京に来てね。デビュー前から含めて。はい。はい、なんだかんだ。まあ、正確には51年ちょっとだけど、そうするとね、10代のこと頃ね、10代っつっても小学校も10代ですよね、はい、でね、小学校中学校の頃って、はい、そんなどっかへ食べに行くとかどっか遊びに行くって知らんのよ、近所の、確かに確かに、近所の駄菓子屋さんか近所のお蕎麦屋さんかそれぐらいを知ってんの、八百屋さんとか、はい、でちょっと中学でちょっとやんちゃしだして、いろんなまあ夜のネオンも分かったけど早いな、いやいや、行動範囲が広がった、ね、だからほとんど東京なんですよ。ほんで大阪帰っても別にホッとはしないんです。実家まで着くと帰ってきたと思うけど、土地の空気でいうともう今住んでる場所なんですね。そうすると今のマンション古いけど、帰ると外国から帰ってきても大阪から帰ってきてもホッとすんのよ。だからその引っ越し貧乏が、あ、時間ないわ、よくわからない、うん、まあ、ちゃんとしたとこね、今度は長く時間厳守53、はい、はい、お知らせです。